この動画ではアスペグツについてまとめていきます。急性期脳梗塞疑いの患者さんが救急の現場で運ばれてきた際、放射線技師は CT や MRI を撮影すると思いますけれども、その脳梗塞の重症度や治療方針を決定する際に使われるのがこのアスペクツです。当然救急の現場に携わる放射線技師は常識にしておかなくてはいけない内容となります。この動画の目的といたしましては、アスペクツとは何かを理解すること、そしてアスペクツのスコアリングで急性期脳梗塞を評価する目的を理解すること、さらに治療方針ですね、血栓溶解療法との関連を理解することを目的にお話していきたいと思います。キーワードについてはこのようなキーワードについて説明していますので、このようなキーワードについて興味がある方はぜひここから先の動画もご覧ください。それでは始めさせていただきます。こちらに脳梗塞の治療法について一覧を示します。このような分類がありますけれども、放射線技師が特に関わってくる治療法として血栓溶解療法と血管内再開通療法があります。この中で今回は血栓溶解療法について詳しく説明し、その中でアスペクツの重要性についてお示ししていきたいと思います。血栓溶解療法では遺伝子組み換え組織プラスミノーゲンアクチベーター RTPA という薬を投与します。この薬は血栓のプラスミノーゲンという物質を活性化しプラスミンへと変換します。このプラスミンはフィブリンという物質を分解し血栓を溶解するという作用です。こちらに血管内に詰まった血栓を示しますけれども、RTPA を投与することによって血栓が溶け、再開通が得られています。簡単に言うと RTPA という薬は、フィブリンを切断するハサミのようなイメージです。フィブリンをチョキチョキチョキと切ることによって血栓を溶解していきます。このように血流がいかなかったところが再開通していますので、RTPA は劇的な改善効果があるというふうに言われていますけれども、一方で出血のリスクも伴うためかなり詳細な治療方針が示されています。一般的によく言われるのは、適用は発症後 4.5 時間以内で素早く投与すること、そして広範な脳梗塞では適用外とも言われています。この広範な脳梗塞というのを評価する上で今回説明するアスペクツが重要となるわけです。こちらに急性期脳梗塞の症例を一つ示します。こちらの単純 CT の画像で、Early CT サインが確認できるのが分かりますでしょうか。皮質の高信号、白質の低信号のコントラストが明瞭な正常部に対して、こちらはこの辺りが全体的にのっぺりとしたイメージであることが分かります。髄髄境界がよく分からず、微状角もよく分からず、レンズ角もよく分かりません。Early CT サインがある症例です。こちらのスライスでは、中大脳動脈領域に高信号がある HDMCA サインもあります。そして、この辺りもまた低信号です。Early CT サインに関しては、別の動画で詳しく説明していますので、概要欄に貼らせていただきます。MRI の拡散強調画像で確認すると、前大脳動脈領域、そして中大脳動脈領域のこのような非常に広い範囲の脳梗塞でした。この症例に対して RTPA、血栓溶解療法を行うかというと絶対に行いません。理由は2つあり、Early CT サインがこのように非常にわかりやすい症例では、発症後、時間がかなり経っていると予想されます。ガイドラインである発症後 4.5 時間以内というのに反します。そしてもう一つの理由は、このように梗塞の範囲が非常に広いことです。これが俗に言う広範な脳梗塞。ということで、脳梗塞の範囲が非常に広いときには、RTPA 後の出血のリスクが高いため、血栓溶解療法は行わない方針になると思います。脳梗塞の治療に関して、常駐血栓溶解療法適正治療指針には、CT や MRI で広範な早期虚血性変化の存在は、血栓溶解療法の適用外項目であるというふうに記載されています。先ほどの症例のように、梗塞の範囲が非常に広い場合は、治療のメリットが少なく、出血のリスクが大きいため、血栓溶解療法は禁忌となります。あれほど強い梗塞があった場合には、もはや再開通を得たとしても、死んでいる脳神経細胞が多いため、回復が見込めないこともありますけれども、脳梗塞の患者さんにさらに出血まで加わってしまうと、崖っぷちの状態の人の背中を押すような感じになってしまいますので、梗塞の範囲が非常に広い場合は血栓溶解療法を行うことはありません。
しかし、この文言で皆さんがおそらく疑問に思うことは、どこからが広範な早期虚血性変化なんですかということです。歴史的には、これは、3分の1 MCA ルールといって、中大脳動脈領域の3分の1くらいにしようという考え方があったんですけれども、3分の1 MCA ルールに関しても人によってばらつきがあって、ある人にとっては3分の1以下、しかしある人にとっては3分の1以上ということもよくありました。そこで3分の1 MCA ルールよりも毒影者間のばらつきが少ない方法として、アルバータストロークプログラム RECT スコアアスペクツが提案されました。アスペクツは中大脳動脈領域の拘束を定量的に評価する方法で、中大脳動脈領域に10個の点を打ち、減点方式で評価する方法です。早期虚血性変化が全くない場合は10点満点。拘束があるごとに点数を減らしていき、中大脳動脈領域全域の有場合を0点とします。評価する部分は、大脳基底核のレベルと側脳質タイプレベルに分け、大脳基底核のレベルでは微上核、頭部、レンズ核、内包口脚、頭の部分、そして皮質 M1、M2、M3、 側脳質タイプレベルの皮質 M4、M5、M6 で評価します。3分の1 MCA ルールを考えると、10÷3 が 3.33 なので、それを10点から引いて 6.67、 おおよそアスペクツスコア7が MCA 領域の3分の1に相当すると考えられます。以前脳神経外科の先生にお話を聞いたことがあるんですが、アスペクツスコア7点の場合は血栓溶解療法を考慮しますと、5点はさすがに半分なのでいかないですと、そして、6点の場合は患者さんの状態や側副血行路の発達具合などを総合的に判断して行ったり行かなかったりしますというふうにおっしゃっていました。アスペクツによるスコアリングは RECT サインでスコアリングする方法ですけれども、拡散強調画像での高信号をこのスコアリングに当てはめるという方法があります。ディフュージョンアスペクツ、もしくはアスペクツプラス W と言います。拡散強調画像でスコアリングする場合は、今までの10点満点に加えて、このホワイトマター W の部分ですね、深部白質、つまり放線管の部分をスコアリングとして追加します。よって、ディフュージョンアスペクツで評価する場合は、11点満点からスタートし、高速の範囲が広がるごとに減点方式で点数を減らしていく方法です。ディフュージョンアスペクツに関する報告を2つ紹介します。この報告は、血栓溶解療法を受けた477例で、ディフュージョンアスペクツ6以下が3ヶ月後のモディファイドランキンスケール3から6に、5以下が症候性頭蓋内出血に、また4以下が死亡に各々優位に関連したという報告です。このモディファイドランキンスケールというのは、日常生活をどれくらい自立して行えるかというスケールですね。例えば0とか1とか2とか低いスコアであれば日常生活が自立できる状態、スコアが上がると介助が必要、車椅子が必要、寝たきりになるなど重症度が増していきます。モディファイドランキングスケール3から6というのは非常にスコアが悪い値ですので、ディフュージョンアスペクツが6以下の患者さんはその後の日常生活の自立度が悪かったという報告ですね。この下の報告では、ディフュージョンアスペクツ5以下が7日後の NIHSS20 以上であることに優位に関連するという報告ですね。 NIHSS というのは脳卒中の神経学的な重症度評価に使います。意識とか眼球運動とか顔面神経麻痺などを評価していくわけですけれども、点数が高いほど重症になります。よってディフュージョンアスペクツ5以下の場合はその後の重症度が増していくという報告ですね。この2つをまとめると、ディフュージョンアスペクツの値が低いほど、つまり拘束の範囲が広いほど血栓溶解療法後の予後が悪かったというふうにまとめることができます。一つ症例を見ていきたいんですが、90歳男性、心原性脳塞栓症の患者さんです。広範囲に拡散強調画像高信号がありますが、ディフュージョンアスペクツをつけてみると、頭皮質、内包口脚、皮質部分としては M2、M3、
M5、M6、そして放線管の部分にも脳梗塞があります。カウントとしては1、2、3、4、5、6、7、7点が減点となりますので、11-7でディフュージョンアスペクトは4点となります。このような広範囲の脳梗塞では血栓溶解療法は適用とはなりません。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回はアスペクツについてお話ししました。 CT と拡散強調画像で脳梗塞の範囲ですね、中大脳動脈領域の梗塞ですけれども、その範囲を評価する方法です。3分の1 MCA ルールなどの大雑把な方法よりも毒液者間のばらつきが少なくなります。 CT では10点満点、ディフュージョンアスペクツでは11点満点から減点方式で評価していきました。もし急性期脳梗塞の患者さんを CT や MRI で撮影した場合は、ぜひその場でスコアリングする習慣をつけてみてください。そうするとアスペクツの概念がどんどん自分のものに染み込んでいくと思います。そしてなぜこれを評価するのかというと、一つの例として血栓溶解療法について説明しましたけれども、やはり治療方針を意識しながら撮影するというのは非常に重要で、梗塞の範囲が広いと血栓溶解療法後の出血になってしまったりとか、横が悪くなったりしますので、血栓溶解療法が禁忌となってしまいます。そのようなことを頭に入れて読影する習慣をつけるといいと思います。以上が今回の動画のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。